ありがとうございました。いやとてもういういしい感じでいいですね。ひがちゃんそれでもすごい可愛いんですよ。なんかもう控えめな感じで、彼女は守ってあげたい系女子です。ありがとうございます。それではいよいよ鳥になってしまいました。皆さん今来たばっかりだと思うのですが、早速あの方に登場していただきましょう。ちんさんどうぞ。よろしくお願いします。さらに本日はボーカリストとしてこの方をお迎えしております、白上真代さんです。どうぞ。はい、ご紹介させていただきます。ジン石風呂楽曲のレコーディングやライブではベースを担当、難曲をこともなげに弾きこなす超絶技巧ミュージシャン。自らのバンドステラ進化ですね、ステラ進化ではボーカルを担当し多彩な音楽センスを発揮されています。それでは早速お願いしてもよろしいでしょうか。はい、少々お待ちください。はい、待ちます。すごいですね、楽しい時間はあっという間ですね。お、大丈夫ですか。改めましてジンと申します。演奏させていただきます、よろしくお願いします。それではよろしくお願いします。というわけでボーカルは、いつもベースをお願いしている真代さんを今回お迎えして、珍しい組み合わせですけど演奏させていただきます、ね、こんな機会あると思わなかったよね、本当ね。びっくりしましたね、本当。これつい数日前に決まったの。そう、頼むから歌ってくれお願いした感じになってます。というわけで演奏します。聴いてください。1曲目はウソくさい曲で、もう嫌いだほら聞かせ
ありがとう。夜話セーブって曲でした。ありがとう。楽しいな。楽しい、超楽しいね。楽しいな。ありがとうございます。楽しんでますか。ということでね、てか、まあ、人やばくない、なんかさすげえ多いですね。崩壊してんじゃん。どっからがお客さんなのか、それともどっからが敵なのかみたいな話、自然の敵だけにね。どっからが巨人なのかみたいな話でしょ。進撃の巨人だけ、進撃すんのかみたいなさ。快進撃の陣。そんなあ、それつまんねえからやめましょう。ジン君がついに俺に突っ込むようになったよね。仲良くなったっていうやつで。そうだね、あの夜からね、ちょっと皮が剥けた、ね、あの夜からね、あのそうだね、ライブの日のね。そうだね。はい、じゃあ次の曲やります。次の曲はじゃあ少しじゃあゆっくりな曲をやります。空想フォレスト。読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う、目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した、私なんて誰に理解されないまま、町外れ森の中、一目に伝いこの家を訪れとなどいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人ぼっちでひらめく目に映ったものに安堵する日々は、物語の中でしか知らない世界に少し憧れる、このくらい許してくれますか。淡々と流れ出した生まれてしまった理不尽でも赤い人生なんで、私の中じゃねえねえとピラミないを想像して膨らむ世界は、目を合わせると石になってしまう、それは両親に聞いたこと、私の目もそうなっているようで、物語の中なんかじゃいつも怖がられる役ばかりで、そんなことを知っているわけで、トントンと響き出したのの音は初めてで、緊張なんてもんじゃ足りないくらいで、ねえねえとみな世界は想像しているよりも実に簡単にドアを開けてしまうものでした。
ありがとう。というわけで、最後の曲でしたが、聴いていただきありがとうございます。今日集まっていただいてありがとうございました。どうもありがとうございました。しんさん、ましろさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上でイヤープロジェクトのスペシャルライブ